しかも、まあ、今、3敗ですよね。2人とも。セルドの3敗。あ、来た。始まります。来ました。始まってしまった。しまったって、こら。始まりましたね。はい、じゃあ、14回戦。さあ、お互い。さあ、これね、この3枚ドローがめっちゃ強くて。はい、裏切り恵み。はい。これ、引けた方は相当有利になると思いますね。消耗戦するんで。ライフはつまらないんで。あと、この、壊滅的な予言は、正直、はい。あの、引いた分だけ無駄になるぐらいかなっていう気がしますね。その、池に捧げられて困るかのないですし、はい。この3枚ドローが、あの、能動的に池に捧げられるっていうリップショル、プラスに働く可能性すらあるんで。じゃあ、この3枚ドローを先に置けたセスさんは今、いや、めちゃめちゃ有利ですね。もう多分ですけど、これでヨーリオにつなげるだけでほぼゲームが決まるかなっていう気がします。なるほど。ここネズミ出して、はい、アンデス打ってヨーリオ落として、で、次ヨーリオンでネズミと、まあ、3枚引いて、まあ、大体終わりですね。多分。あ、まあ、ヨーリオンじゃなくて、ここエリザベス死に打ち勝つでもいいと思います。あの、ヨーリオン今のところ戻してそんなバリューがあるカードないので。特に仕事は、はい、っていう感じですかね。そうですね。まあ、次、壊滅された予言置かれたら、まあ、一回ネズミを生贄に捧げて、要領で3枚引いてから、あの、次に、あの、3枚ドローの方を、はい。生贄に捧げれば、まあ、問題ないのかなっていう気がしますね。あ、予言された壊滅ね。ごめんなさい。すいません。予言された壊滅。なんて言ってた？これ、壊滅的な予言って言ってた？壊滅された予言です。壊滅された。もうその予言なしじゃっていう。トンチみたいになってました。すいません。はい。裏切りの恵みがね、すごい重要ですね、これは。で、これ、ちょっとやっぱそれがあるんで、まあ置けない。はい。で、置かなければ、そのネズミとこれではアドバンテージをたくさん取れる展開になるので。まあ屈辱とかあったら、このね、もう3枚ドローしたやつに打たざる得ないような状況ですからね。まあそれすらもないので。うん、まあ正直状況としては相当厳しいんじゃないかなという。これはでもまあドローは全然飛んでない感じになりそうですね。そうですね。まだかなりスマートに、はい、一方的だって多分片っぽだけこの3枚ドロー引ければ、はい、まあ、そんなにはな、うん、まあその長いゲームにならないかなっていう、うん、まあ、リソースが一方的に、ね、なっちゃいますからね、やっぱ、はい、王子が追放されていきました。さあお互い本当ハンデスが多い同士の戦いって言ったらスポネズミから行くのかどうか。そうですね、これネズミ相打ちでもいいと思いますけどね。まあテイクしましたか、ヨーリオンのバリを目指して。はいはい、そこで泥棒ネズミ。そうですね。で、これでは、壊滅捨てて、はい。で、これで容量抜いて、これ何もないですから。何もなくなりましたからね。これはもう一方的な。一方的ですね。もう、ケアも何もしないので、はい、まあ、出しても潰れるだけ。まあ、相打ちして、はい、相打ちしますけど、契約を出しても意味がないので、エンド。で、ちょっと、まあ、ここで難しくなってくるのかな。まあ、ネズミ殴らずに、はい。ここだけで殴って、まあ、サイクリングから入るのもいいですね。何引いてくるかによって。はい、サイクリングから行きましたね。はい。じゃあ、ま、飛行だけ殴って、用理表船に加えて、まあ、このターンはそれでエンドでいいかなって気はしますね。まあ、2体殴ってブロックさせるのもいいんですけど、はい、まあ、それ一応相手の、その、思惑通りにことが進むので、まあ、ここは、その盤面にパーマネントを並べておくっていう方が、いい気はします。はい。じゃあ、ここは飛行だけで攻めて。ああ、なるほど。オーソブケイヤも行きましたね。なるほど。はい、ライフを、詰めに行きます。はい。行きましたね。あれですね、あの、ヨーリオンを手札に加えちゃうと、あの、ハンデ捨てさせられてしまうので、はい。あの、まあ、で、あの、サイドボードに置いといて、
必要な時に持ってくる方がリスクが少ないっていう判断ですね。さあ、ここはアーデンベイル城。そうです。アーデンベイル城自体は強いですけど、この展開においてはちょっと必要ないかなという感じですね。さあ、ここでガラスの棺。はい。まあ、もう殴って屈辱打って、よりを手札に加えるとかでも全然いいですけどね。うん。もう多分ですけど、相手ハンデス打ってたら、返し勝つので。はい。まあもう、多分もう、早く終わらせようっていう感じもあるかもしれないですもん。まあまあ。セスマンフィールド選手もまあ、早く終わらせようと。そうですね。さあ、ここは、さあ屈辱っていくか。そうですね。まあ、ここはもう早く終わらせるのが武士の情けみたいなところあるかもしれない、ね。5点。さあ、一気に解釈となるか。よりよく。そうですね。で、これな、まあ、もう加えとけば、基本的には、うん、ハンデス打てる余裕がない。はい、ゲームが戻ったということなので、で、今、絶賛今。サイドボーディングナウですかね。はい。サイドボーディング。さあ、僕の予想が当たるかどうかちょっと見ていきましょう。はい。まあ、ぶっちゃけなんか悩んでるかありますけどね。そうですね。どうしようかなみたいな。あ、でも、そうですね。予言された怪物は抜いてますよね。はい、抜きました。はい。正直、同型の練習ほとんどしてないと思うんですよね。俺ら以外使わないでしょ、みたいな。うん、そういえばっていう。あ、でも、ケイアズラスは入れてないですね。そのまま、脅迫が4倍。入れ替わって、あ、デスパークが入ってますね。ああ、なるほど。まあ、ヨーリオン絶対出てくるんで、まあ、あと、あれですね、エルスベスがなんか結構、キーになりそうなんで、まあ、そこも含めて、デスパーク買った方がいいだろうっていうことですね、多分。沼のみ。しかもこれ、これね、何が厳しいかっていうと、ハンドが弱いんですよ。平地引いても全然強くないんで、はい、これはもうダブルマリガンしてもいいかもしれないですね。まあ、土地はちょっと、その、ロークスワイン城自体強いんですけど、そうですね。はい、このハンドは素晴らしいと思います。今の、手札はね、ほんと、弱いんで、単純に。まあまあ、ダブルマリガンでいいと思います。この判断も素晴らしいですね。やっぱダブルマリガンしたくないからって言って、結構キープしたくなるんですけど、はい。まあ今のはもうダブルマリガンで、全然いいと思います。お互い裏切り者の、裏切りの恵みでしたっけ？ああ、はい。があるんですけど、セスさん、ダブルマリガンしたけど、デュレスをしっかり引き込めているので、これは、もしかしたら。またしても。デュレスから恵みを抜いて、こっちだけ恵みでヨーリオンってパターンは全然あるので、まあ、ダブルバリガンした結果、いいハンドが加わって、はい、これいけるかもしれないですね。ここはデュレスを1枚多分。として、さあ、落として、さあ、裏切る恵みを、巡る戦い。はい、で、デュレスですね。さあ、重なってくる。さあ、脅迫。はい。これはね、結構多分、セセさんね、あ、これだったらいけるかなって思ってる、うん、そうですね。ランド上で良さそうですけどね。ランドは、うん。もう、一刻も早く。あ、ただ、沼なのがちょっと気に入らないんですね。ヨーリオン出すのに白が必要なのに沼なんで、はい、ちょっと、うん、どうせ土地は必要です。だけど、白マナじゃないと意味ないよな、みたいなところを考えてますね。多分、土地は欲しいんですよ。うん、でも沼なのが気に入らないってことですね。さあ、まあ、よってますね。トップに置きましたね。さあ、ネズミのアタックから、さあ、魅力的な王子で。ドローネズミを一度追放して、また場に出た時のドローを誘発する。これ、恵みを1枚切っ
で、あ、ランドか。はいはい。じゃあもう恵みでガンガン引いていくスタイルですね。はい、ガンガン引いていくスタイル。さあ、スリードロー。はい、さあ、平地も来る。もう次はお互い料理を手で加えるターンっていう、この、このもうね、もう決まったムーブ。とりあえず戦術ですかね。とりあえず一回戦術して。はい。うん。なんで、まあ、ヨーリオンですかね。まあ、ヨーリオンはもう、ほぼほぼやらないと相手からもヨーリオン出てくるんで。ただ、あれなんですよね。あ、ここ沼を置くかもしれないですね。デュレスで、ケイアゾウス抜いとかないと、はい、次ヨーリオン出した時ブロックできなくなっちゃうんで。ああ、なるほど。うん。一回ここデュレスでオース抜いて、で、ヨーリオンで船に加え、そうですね。さあ、ケリアス。この辺はさすが、さすがですね。うん。うん。まあ、デュレスのバリューもね、そのうち、おーっと、なるほど。ここは重ねていきました。重ねていった。なるほど。さあ、何を引くか。ああ、いいですね。おお。ただ、墓地にクリーチャーやプレンズオーカー今いないはずなので、はい。まあ、ちょっとライフがでもさすがにめちゃめちゃ痛そうですけどね、これ大丈夫かな。2点唱えると。2点はさすがに痛いですけどね。しかもこれ、予言された壊滅抜いてるので、はい。自分でちょっとそれを処理するっていうのができないんですよね、多分。なので、ケイアズ・オースとか、その、回復するカードを引かないと、いけないのかな。まあ、屈辱打てば割れますけど、ちょっとさすがにその動きは弱いんで、まあちょっと先手後手芸っていうのはもちろんあるんですけど、まあちょっとダブルマリガンしてるって部分はやっぱありますよね。はい。それを無理やりその3ドローで補填しに行っているので、まあ先手後手芸っていう側面もちろんあるんですけど、やはりダブルバリガンで選択肢が少ないっていう部分がどっちかっていうと、まあ効いてはいますよね。さあ、まあヨーリオン、そうですね。でも、ヨーリオンも戻してると、まあ屈辱が引かれてるので、まあどっちにしろ裏目ではあるんですが、はい、さあもうこれ2点食らって、もう相手のネズミを取った方が得なので、さあ反動からしていく。で、ブロックして、屈辱打って、残り4点かって5。まあ、いけなくもないぐらいにはなってますけど。はい。あ、だいぶちょっと、でも、心配にもなる。心配というか、まあ、心配はしてないですけど。うん、まあ、まあ、セッサンは、からするとちょっと厳しい状況である。いや、残りライフも9。あ、なるほど。はい。で、屈辱打って、痛いっすね。痛いですね。さ、1点1点と食らって残り7。はい。で、ここは攻撃されないんで、戻ってきて、多分手札を枯らしに来るのかな。はい。で、これで、ネズミで捨てて、またネズミを。まあでも、戦術はありですね。あ、追放しましたね。手札を枯らしに来ましたね。はい。死に打ち勝つ。さあ、何も引かない。こうなると、ちょっと厳しいですかね。ヨーリオン。ヨーリオンね。はい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 。なるほど。ここ、土地1枚置きたくなるんですけど。はい。まあ、そのネズミ系のカードがもう一枚来てしまうと、捨てること。お、ただ、レンスタークさんも、レンスタークさんで無駄牌を引きましたね。まあ、予言された壊滅は無駄牌ですね、明確に。ネズミはブロックで2点で5で、まあ、ライフ、これもう多分積みましたね。ヨーリオンプレイして3になって屈辱打って次殴って1まで行くんで、はい、まあ、これはもう積みましたね。負け角ですね。はい。さあ、ここで2点を。はい。
で、まあ、そのセッサも相手の手札で除去があるかどうかわからないので行くんですけど、はい。これで戻ってきて、そうですね。投了ですね。そうですね。はい、投了です。進んでます。はい。はい。ここは、ベン・スタークさんが、はい。取り返して11ゲーム3と。まあ、これは面白いのか、ベン・スタークさんは壊滅残して、はい。セッサは抜いたっていうところですよね。まあ、つまり、お互いの間に、その、同型当たった時の、その、サイドプランを共有されてないってことだと思うんで。はい。あの、やっぱり、まあ今、試合中で二人、試合をしながら二人とも成長しているっていう段階だと思います。ああ、なるほど、なるほど。はい。ああ、なるほどね。怪物残すのね。ふーん、みたいな。あ、なるほどね、みたいな。今、セッサはそんなこと思ってるかもしれないですね。いや、先手後手で変わるようなものではないと思いますよ、壊滅は。そう、腐るって判断して抜いているカードだと思うんで。先手だから弱い、後手だから。てかね、このマッチアップ多分先手だから弱い、後手だから強いとかいうカード入ってないと思うんで。はい。あんまりそういう感じじゃないのかなって気がしますね。さあ、ここは、先行のセスマンフィールド選手。あ、そっか。セスさん側からしたら見えてないのか。見えてなかったので。見えてなかったのかな。そっかそっか。いやー、そうなんですね。ちょっとでもこれね、ま、マジであるあるというか、よくこのデッキと対峙してる人が怒れる現象なんですけど、はい、どうせ手札捨てさせられるから、フラット気味のハンドキープするわってキープして、はい。まあ結構みんなフラットしてよく負けてるなっていう印象がありますね。さあ、エルクのルマイスソーミー、追放。まあ、戦術ランドですかね。クソ炎上。まあやっぱ、これで恵みだけ一方的恵み上昇状態になるので、そうなるとちょっとやっぱ厳しいですよね。今回はベン・スターク選手の方に恵みがありと。はい。ヨーリオン。回収。いや、でもね、気持ちはわかるんですよ、僕。その、フラット気味の反動をね、キープするっていうストラテジーはすごくわかるので、はい。ただやっぱり、その残り、2枚の質にもよるかなっていう。屈辱とネズミランド後はやっぱね、かなり弱い部類のハンドだと思うんで。はい。なんかまあ、どうなんでしょうっていう気はしますけど。これレギサウルクスから行くと裏目ですね。ちょうど、あ、よ、やった屈辱が刺さるみたいな。なるほど。させて、屈辱打って、まあ、展開的にはもう、あ、これ切算的には、あ、このハンドキープしてよかったなっていうような感じに なります、ね。さあ、ここから、さあ、戦術ランドを行って、トップは魅力的な王子。これは下です、多分。あ、上に置いた。なるほど。はい、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 はい。なるほど。もうこれは、じゃあ、レギサー、打点はテイクするんで、はい。お前はリソースを減らせよっていうことですね。なるほど、なるほど。さあ、レギサルスアップキープに手札1枚捨てなきゃいけません。なるほど、なるほど。そういうことか。いや、これはでもいいプレイかもしれない。自分があまり有効的な手札を持っていないので、はい。これ2枚捨てさせて、で、もう1回レギサルス捨てるんで、まあ、リソース勝負で勝つ。ライフはもう投げ捨てて、ってことですね。あ、これはでもいいプレイだと思います。冷静な判断ですね。うわぁ、すごいですね。レギサウルスはやべつってディスカードさせてから打つとかそういうことじゃないんですね。いや、これはすごく冷静な判断だと思います。ドローでも何でもないいい試合。いや、わかんないですよ。この後もまだまだ、ドロー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 になるかもしれない。まあ、僕は願ってますけどね、ドロー。ドローじゃないことを願ってます、僕は。さあ、ここ、セッサン。まあ、殴って、ヨーリオンでいくか、
2に出して、ネズミと屈辱でレギサウルス倒すかのタクで多分悩んでる。だと思います。まあ、要領から行くと、多分、まあ、どうするんだろう。2-2でチャンプするとか、レギサウルスを。って感じになるので、まあ、チャンプする分がもったいないのか、まあ、要領を出していった方がいいのか、みたいなことをちょっと考えてるのかなって気がしますね。さあ、しばし。ここは魅力的な文字に手がかかる。まあ、チャンプ分がちょっとやっぱもったいないっていうことでしょうね。さあ、ここは泥棒ネズミを一度追放して、また場に出た時の能力をもう一度誘発させます。さあ、手札を捨ててください。デュレスを、そうですね、デュレス打つと裏目っていうか、この先デュレスが多分うまく起用することになるので、ここは単純無駄牌からって気はしますね。さあ、7-6レギサウルスで攻撃。これはもう、わかる、ケアしてるのは、その、恵みを、ヨーリオンで使い回されると、まあ、正直アドバンテージがもう追いつかないので、はい、多分それだと負けるだろうなってことで、屈辱を本当にレギサウルス打っていいかどうかだけはすごい考えて、結局打つことにしましたね。はい。さあ、屈辱で対処。まあ、でも正直、恵みに屈辱打たされるのはもうそれこそ屈辱だと思うんですよね。これは。もうだって、さすがで、さすがにって、3枚引かれたカードに除去打つの、ってなるでしょ。まって。まあそれはやりたくはないですよね。なので、ここは7-6のレギサウルス。まあ、どうすかね。ああ、壊滅起きましたね。まあ、これで一回 2-2 を生贄に捧げて、次、ヨーリオンで、ネズミと一緒に戻す。はい。のがいいかなっていう気がしますね。2-2で殴って。さあ、ここは王子で攻撃に行くか。はい、ここはもうライフを詰めに行くと思うので、はい、ヨーリオンを出すと思いますね。さあ、ここで相棒ヨーリオンをプレイしていきます。はい。そして、ヨーリオンも、追放して、はい。まあ、死に打ち勝つのような操作レジックが当たらないようにするのと、まあ、返しでまた、ネズミをね、戻せるように、はい。するという、このヨーリオンとね、王子と、なんか揃うと、まあ、これだけで結構無限にね、アドバンテージを引けるっていう。まあ、これは結構やっぱ強いですよね、これです。そうですね、この組み合わせ。はい。さあ、ここは王子の能力で、ヨーリオンを追放と。さあ、ここでベン・スターク選手は裏切る恵みを、はい。生贄に捧げました。そうですね。もう一枚プレイ。さあ、手札補充します。これちょっと、まあそうですね。まあ、これでもいいのか。じゃ、この辺の手札をディスカードする系のカードをケアしているので、ヤロクを守ることができましたよね。この辺やっぱ、プレイが丁寧だなという気がします。ここで戻ってきました、ヨーリオン。さあ、これ、難しくて、はい。これで、追放しちゃうと、生贄に捧げなきゃいけなくなるので。なるほど。どれをブリンクするかが結構難しいですよね。はい、ネズミだけ。さあ。
予見された壊滅。で、王子を点下げて、はい。はい、デスパークを引く。あ、でもデスパークいいですね。これは、相手には生贄捧げさせた後に、いける。まあ、もしかしたら、もう、恵みを生贄捧げさせたくないので、はい。もう相手に、の予言された怪物はもうここで倒しちゃうかもしれないですね。そうするとライフが結構詰まるので、今、ヨーリオン回収出すとかされても、まあ、いけるようにするかもしれないです。はい、これ、まあ、予言された怪物残しちゃうと、まあ、恵みが絶対なくなっちゃうので。もう仕事果たしたということですね。そうですね。ちょっと悩ましいですね、これは。そうです。パーク。いや、ここ難しいですよ。ここ難しいです。かなり難しいです。例えば、ヨーリオンとか引かれてしまうと、デスパーク使っちゃうと攻め手が落ちなくなってしまう。それでもう、無駄打ちというか、まあ、残しといた方がよかったなってなるので、はい。裏目も存在するんですよね。うん。打ち得というわけではなくて、打つか打たないかがそもそもあって、打つとしたらいつ打つかっていう選択があるので、まあ、分岐が多いターンですよね、ここは。ここは、最下か。そうですね。打ちましたね。はい。はい。これはまあ、すごく理解ができるプレイですね。さあ、泥棒ネズミ戻ってきて。ああ、そうなんですよね。これが、裏目です。これが裏目です。さあ、引いてきた、ベンスタッツ選手。そうなんですよね。これが裏目ですね。はい。これがね、裏目です。さあ、トップから駆けつけてきたヨーリオン。さあ、これはブロックできないですけど、なんかそれ、動き的にヨーリオンだなってことが多分わかると思うんですよね、これ。普通に守った方がいい局面で殴ってきてるので。はい。で、ヨーリオンありそうだなと思った時に、損だけど、まあ、2-2-2体をブロックするかとか、考えてるのかもしれないですけど。なるほど。ここはノーブロック。そうですね。で、うーわって思ってる。スマミルさん。マジかと。うーわって、マジかこいつって。まあ、これは3点ゲインと3ドローですかね、多分。まあ、3点、ゲインが手堅い気がしますけど。うん。うん。まあ、戦術2でも、まあ、全然悪くないですけど。まあ、ゲインかな。あ、いや、エグザイルにしましたね。追放にしましたね。あら？なるほど。あれ、でもこれだったらチャンスあるんじゃないですか？あ、ないですけど。なんか、ちょっと隙を作ったなっていう印象ありますけどね。ああ、なるほど。うん、まあでもどうだろう。このターン死ぬこと絶対にないから、まあ隙ではあるんですけど、まあ、死ぬことはないからいいかなと思ったんですかね。まあ、ケイアズ・オースはマックス増えて3点なんで、まあ、2は残るので、はい、まあ、ヨーリオン出てきて、まあ、ここで3点回復すれば問題ないですし。は、王子の効果で。はい。まあ、なるほど。これで、うん、まあ、ベンサクさんのこのプレイの方がいいかもしれないですね。さあ、エリザベス氏に打ち勝つで、はい、ヨーリオンの退場。はい。もうこれは、だいぶ、展開的にはもう、方法、完璧かなと。はい。これは3点ゲインするんじゃないですか？しないかな？あ、3点ゲインです。さすがに3点ゲインしましたね。はい。これはもう、終わりですね。はい。いやー、いい勝負だった。で、